認知症の保険を扱う損保ホールディングスは全国の30代から50代の男女1000人余りを対象に調査を行いましたその結果親や自分が認知症になったときに備えて費用の準備をしているのは1割にとどまり半数近くが必要と認識しながら準備をしていないことが分かりました。 備えている人たちは平均で72万円余りのお金を準備していて格差が非常に大きくなっています認知症は7年後には65歳以上の5人に1人が発症すると予想されていて太陽生命の予防保険や東京海上日動の認知症と診断されてからでも入れる保険など保険各社の商品投入が相次いでいます